すごい途中から始まっちゃったけど、今何やってるんですか、2人とも。パパ、父の日のプレゼントの色紙にお手紙書いてる。すごい。色紙を書いてるの、ちょっと見せて。普通だよ。うん、あ、いいね、これは嬉しいね。ちょっと似顔絵、今ペンでなぞってる途中なんですけどね。なぞちゃん、プレゼントもなんか買ったんでしょ。プレゼント、じゃーん、何でこれ。3つあります。夜な夜なエールと水曜日の猫と、うん、インドの青鬼。ビール、ビール、全部ビールです。パパこういうビール好きなんだよね。これ置いといて、なんかもこれ見たいの。あー、いいよ。母の日にカオンとカンナが同じようにね、パパのサポートでママにプレゼントしてくれたから、父の日も何かお返ししようかって話してたんだよね。そうだよね。プレゼント何にするって言ったら、ビールがいい。でカオンがね、カオンとカンナのお小遣いから買ったんだよね。みんなで買いに行ったんだよね、昨日。なよなエルマの父が、こんなよなカンカンお姉ちゃんチャンネルで。チャンネル好きですか。はい、いいです。いいです。笑うところ喜ぶところ。あ、喜ぶところ見たいよね。顔は、もう全部好き。お姉ちゃんの絵、天才じゃない、ママ。天才だね。本当に天才。ママにはプレゼントさ、手作りだったけど、なんでパパにはさ、ビールにしたの。パパ作り物だとさ、あんまり喜ばない。そうそう、見ないで、おーすごいねみたいな感じで言ってくるんで。わかるでしょ、ママ。子供たちはよくわかってますね。すごいねーって。結構ね、よくね、ママと二人の時に見てるんです。やっほー、こっちだ。せーの、書き終わりました。では、いきますよ。せーの、じゃーん。下にお花添えました。ママの顔ちょっと変だけど、そこにメッセージ。変じゃないですよ、笑ってるだけです。すごい上手だね。上手ですよ。完成でいいですか。はい、はい、完成です。じゃあねー。またあげるところと思うね。じゃあね、はい、消してもいい、ママ。はい、なんだろう、もう今日何の日。今日はね、うん、父の日だ。違うよ、普通の日で。普通の日だ。父の日だよ。じゃあ目つぶって。はい、はい、目つぶります。はい、いつもありがとう。開けていいの。いいよ。マジでカンカンはいい。先見てる。じゃあ先見てから。先見ていいの。ありがとう。じゃん。おお、よなよな、俺の好きなやつ3種類。え、これどうしたの。カンガイさんが選んだんだよね。うん。え、そうなの、選んだの、買ってくれたのこれ。うん。嬉しい、これ。早速今日飲む。抑えてますよ、お酒。何をあげよっかって話してたら、カンガイも真っ先に、あ、落ちちゃった。よなよな、よなよなって言い出して。真っ先によなよなエールって分かったの。うん、だって木曜日買いに行ったんだよね。あ、それで買いに来たのか。水曜の猫もちゃんとあるし、インドの青にもある。ありがとう、ありがとう、大切に飲むね。あ、うん、で、カンとカンカンから、で、カンカンからはなんかあんの。いつもありがとう。いつもありがとう。計算の練習いっぱいしてる。うん、え、ありがとう。これビールと似顔絵です。二人で描いたの。これもカンが描いたよ。これ描いてくれたので、こっちからこっちがカンナで、こっちからこっちがカン。そっか、こっちがカンナで、こっちお姉ちゃんね。上手だね。これは何、青に描いてくれたの。すごい、これ青に描いた。よく気づいた。青に上手。これお姉ちゃんが描いた青にで、こっちがカンナで。かわいすぎ、この青に。青にってそうか、もうこれ書いてるの。このスペルが触れてる。感動しちゃうよ。真似して書いてたんだよね。ちゃんとこれをね、お姉ちゃんのは漢字で書けてるしね。嬉しい、6月19日、こういう日が続いてます。いいねー。そしたら、ちょっと行ってくる。はい、行ってきます。ありがとうね、2人とも。めっちゃ嬉しいよ。ちょっと一旦ここに置かして。うん、ありがとう、本当に偉い。もう最高だよ、2人。可愛すぎてびっくりしちゃった、朝から。
起きた瞬間からこのサプライズが待ってるとは。本当にありがとう。本当にありがとう。いい、毎年楽しみにしてね。よし、ありがとう。私ないかもよ。へえ、そんなこと言うなよ。もう毎日が父の日でいいよ。ありがとうね、朝からおはよう。おはよう。今日はタケルと天心が戦う日だ。